こんにちは。久しぶりに開封動画を撮っていきたいと思います。12月末に失効するトラポイントが残ってて、年末にオンラインショップで商品注文したんですけど、で、それが3月の終わりぐらいに届きまして、何注文したか覚えてないんですけど、開けていきたいと思います。ファンクラブのトラポイントが結局頻繁に注文しないんで使い切れなくて、それを使い切るためにこうやって通販で何か買ってしまうんですけど、あ、優勝 T シャツ、日本一の何だっけ、これ T シャツやったっけ、ロンティーか、ロンティーですね。はいはい、頼んだわ、ロンティー。T シャツも買ったっけな、ビールかけ T シャツは買ったんかな。いきましょう。 M サイズ、男女兼用の M です。じゃん、あ、こんな感じですね。こんな感じです。この襟の下だけにこういうロゴマークが入っている感じでした。で、5000円ぐらい買わないと送料無料にならないので、いつも5000円にするためにもう一品買っちゃうっていうのが常なんですけど、もう一個、あ、買ったね、タオル、タオルね。誰のタオルでしょう。あ、坂本選手のタオルを、坂本選手のグッズ初めて買うかもな。ピンバッジとかは当たった持ってるけど、はい、坂本誠志郎選手、なんか汚れてるのかと思ったら、あれヘルメットのになんかついてたのかな、光祝いかな。はい、坂本誠志郎選手のタオルを注文しましたね。聖志郎坂本っていうところで、はい。明日、雨なんですけど、甲子園行くんで、持っていこうかな。明日、多分村上選手が先発だと思われますので、坂本選手が出ると思うので、明日これ持って甲子園行こうと思います。とは、まあ、通販で届いたのはこんだけだったんですけど、ついでと言ってはなんですが、ちょっと、この間、まあ、こういうトラポイント使いたい具合もあるんで、だいたい、阪神グッズを買うときは、ショップに直接買いに行かずに通販で注文するんですけど、ダグアウト限定グッズっていうのが先日発売されてたので、それを買いに行ってきました。これね、はい。あんまりキーホルダーとか今もう買い出したらキリないんで、買わないようにできるだけしてるんですけど、このダグアウト限定、開封しよっか。カバンにつけようか、これ。ね、この坂本の優勝タオル持ってて、このキーホルダー持ってる人いたら私だと思います。投手編ね。及川、門別、湯浅、で、岩崎ですね。これダブルピースしてるので。佐伯、岡留、青柳、伊藤将司、西勇輝、村上、桐敷、大竹。甲子園の駅から球場に行く間にあるショップ、ダグアウトのみで販売しているキーホルダーです。思ったよりちっちゃかった。横 5.7 センチぐらい。縦 7.5 センチぐらいのキーホルダーです。そして野手編も買いました。これね、いっぱい行ったんですけど、売り切れてて次の日行ったら入荷してたっていう。意外と人気商品かも。じゃん。これ野手編ですね。小野寺、森下、梅野、木浪、大山、中野、近本、糸原、坂本、小畑、前川、佐藤、野手編と投手編という、はい。2つのキーホルダーをゲットしました。あとね、もう一個買ったんですよ。もう一個買ったものがあります。アシェットから隔週で
発売されます。で、創刊号なんでちょっと安くっていう。タイガーショップでも売ってます。本屋さんでは490円でしたけど、タイガーショップでは500円でしたので、1円だけ高いですけども。タイガース CD マガジン、創刊号が先日発売したばかりなんですけども、これ、なんか本屋さんとかでも定期購入してくれると、ポイント5倍つけますとか言われたりとか、こういった特典、CD ホルダーと CD プレイヤー、ウォークマンですね、を差し上げますっていう、はい、こう、ので定期購入してくださいよっていう案内が載ってるんですけど、じゃ定期購入するんだけど何号まで出るんですか、何冊買わないといけないんですかっていうとめっちゃ気になると思うんですけど、何冊あると思います、何冊、何年間発売されると思います、実は120号まで出るらしいです。だからこれ隔週なんで年間52週間でしょ。ってことは1年間に26冊出るんで、だいたい4年半 ?5 年弱、このマガジン今週から発売されるらしいです。なので4年半経ったら2028年の秋、冬ぐらいまで続くみたいなんで、まあそれ、まあ今強いからいっぱいネタあるけど、これでまた暗黒時代が近づいてきたらどうなるんだろうと思いながら、まあ暗黒時代も、もう阪神ファン歴私も25年超えましたので、暗黒時代から知ってるんですけども、5年後どうなってるかわかんないなと思いながら定期購入するかどうか迷ってます。まあ、ちなみに、第2号は、の価格は1899円だそうなので、まあ5年間据え置きかどうかわかんないですけどね、増税するかもしれないですけど、2号は1899円と。で、2号以降ずっと買い続けた場合、まあ同じ値段としましょう。1899円かける119冊足す、今回499円なので、まあ、2号から120号まで据え置きで1899円だった場合、26,480 円とのことです。どうしようかな。と迷い中ですけども、はい。ぜひ、それぐらいならっていう方はぜひ買ってみてください。第1号の収録内容はこんな感じ。9月14日。優勝決定からセリーグ胴上げ。そしてその後の優勝インタビューですね。多分青柳選手とか西選手がいじられてるやつかな。はい。本誌独占インタビュー、岡田監督前編ということで後編。これ聞いたら後編2号も買いたくなるのかなという感じです。開封してみましょうか。ここから開封って。まあ。こういうの開けるのね、苦手なんですよね。ビリビリになっちゃう人なんですよね。じゃん。はい。ちょっと聞いてみようかな。今から聞いてどんな感じか感想を最後にお伝えしたいと思います。では今からちょっと聞いてきます。ということで、阪神タイガース実況 CD マガジンの、第1弾を聞き終えました。あのね、上手。ここで終わりますかみたいなとこで終わってますね。いや、次、続き聞きたいやんみたいなとこで終わってます。4月16まで、明日までのお申し込み特典でございます。第2号に1弾の続きの岡田監督のインタビューが載ってるようなんですけどね。非常に、続きが気になります。うまいこと作ってますね。定期購読6つのメリットっていうところで、はい、素晴らしいプレゼント。買い忘れ、売り切れの心配がありません。受け取りは簡単便利。4週ごとに偶数号、奇数号の2号分がセットとなった定期購読版を発売日にお届けとのことです。配送料無料。お支払いも便利。解約はいつでも可能とのことです。申し込もうかな。という気に今なっています。皆さんもぜひ検討してみてください。
ということで、今回の動画を終わります。ありがとうございました。